iPhone とか iPad とかああいうものも問題がこんなところにあるんだっていうのを、まあ、気づいた人たちがいてあの形になったっていう、でも我々はその舞台裏に入ってそれを作る側にやっぱり回って、世の中をより良くしていくと。やっぱり三者三様立ち位置が違うし、守らなきゃいけないことも違うだろうし、大事にすることも違う、そういう違う価値観の人とやるできるっていうのはなんかそういうヒントがあるのかなというふうに思ってます。どうしてもやっぱり自分から能動的に行動しなきゃいけないっていう意味ではすごい変われますし、やっぱりそういう意気込み持ってきてる学生が多いんで、どうしてもそれに引っ張られてこっちもどんどんやる気も出てくるし、それに外部から入ってくる子たちの考えに触れるっていうのはすごい刺激的で、やっぱりなかなかできない体験させてもらってるなっていうのは一番魅力だなって感じてます。大体の夜勤がその2つのどっちかなんじゃないかな。疲れの中の眠気に着目してこれをセンシングするよっていう説明なんじゃないかな。大学ってやっぱり勉強するところなんですけど、勉強だけじゃもったいないと思うんですね。勉強を超えた何かっていうのがあるとしたらここ でその中でちゃんとステップが踏めるっていうのはここのコースの魅力なんじゃないかと思います。スポンサーの方々から課題をもらってそのために何かをするということでとても重要なポイントだと思います。普段自分たちが普通に生きている時ってどうしても自分のことばっか考えることが多いんですけど、結構この授業人にインタビューしてその人が何考えているのか、自分じゃなくて人を考えるっていうのが多分楽しいところなのかなと思ってます。いろんなそれぞれ別の環境で学んできた人たちや社会人の方たちが一緒に何か一つのものを作る、それがここの授業の魅力かなと思います。恥を捨てる、イノベーションファクトリーだと思います。男女比4:1、希望だね。大学生の生き方です。自分を知ること、賢くバカになる、自分の限界がもっと広がる。エンジニアリングデザイン構成ようこそ。